ドジャース、ブルワーズの遊撃手アナメスを獲得へ。米 MLB 専門メディア MLB デッドラインニュースは、ドジャースが今オフシーズンにフリーエージェント FA となるウィリー・アダメス、ミルウォーキーブルワーズの移籍先の最有力候補として上がっていると報じた。アダメスは現在29歳、今季161試合に出場し、打率は251、610打数153安打32本塁打112打点 OPS794 だった。さらにその気になる契約金について、米紙ニューヨークポストの敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は、アダメスは現在 FA で2億ドル以上、約300億円の値札がついていると伝えている。いらんやろ、どうしとれ、守備はええんか。MLB は日本人以上に佐々木朗希評価してるぞ。ドジャースももちろんスカウト送ってるし、大谷はロサンゼルスにスーパースターチームを作ろうとしてるのかみたいなポッドキャストもあったわ。アメダス、佐々木朗希より家のメジャーにいるんちゃの。この後のシリーズ結果に関わらず、外とこいつには行くんだろうなとは思う。あと先発投手も数人は行くだろう。エドマン使わんのか。内野手より絶対的エースが欲しい。俺のエドマンがいるだろう。大谷智之さんで、 GM かしこまりやで。ドジャース日本人球団化計画、佐々木獲得したらなえる。なんでメジャーってこんなに金あるんだ。エドマンでええやん。大谷丸々取って、 GM はい、こんな状態だろ。もうリアルで野球ゲームのごとくドリームチーム作ろうとしてる。アロンソ取ろうや。悪の球団やな。佐々木より菊池の方が計算できていいじゃん。ドジャースなら10以上余裕で勝てるし。ドジャースは昔から日本人集めるの好きやからな。菅野ドジャースとかありえそうやな。マジで先発と左のリリーフが足りない。こんな気知れたらエドマンが集中できねえだろう。エドマンはもともと選択起用での獲得だろうが。まあでも来年の声優劇種はエドマンメインか、ロハスエドマンの併用で良い気がする。センターは FA でどっかからついてくるか、バヘスアウトマンで争ってくれ。管理人のつぶやき、ドジャースって日本人好きなんですかね。日本人メジャーリーガーってかなりの割合でドジャースのユニフォームに袖を通してますよね。菊池投手が来たらかなり勝ちそうですよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。